4年前、天童市で妻を殺害したとして懲役10年の実刑判決を受けた72歳の夫の控訴審で仙台高裁は一審判決を支持し被告の控訴を棄却しました。判決によりますと天童市東長岡の無職、佐藤茂被告は2019年8月、自宅で同居する妻、 のりこさんをナイフで切りつけ殺害山形地裁は懲役10年の実刑判決を言い渡しました被告側は事件当時心身喪失状態にあり被告人の責任能力を認めた一審の判決は事実の誤認があるなどと主張していました仙台高裁の渡辺秀隆裁判長は 被告人が殺害を悩んだ末、犯行に及んだということは、健常な部分が残っており、行動をコントロールする能力が欠けていたとは言えず、完全責任能力が認められるなどと指摘、一審判決を指示し、被告の控訴を棄却しました。弁護人は上告について、被告が検討中で、まだ分からないとしています。